今回の動画は岡庭義行が2011年に犯した通り魔事件の現場を訪ねる動画です。三里とお松戸の2カ所になります。どうして現場を特定できたのかも含め,含めて、えー、お話しいたします。その前に2つの事件の簡単な、本当に簡単なものなんですけど、概要をお話しします。これらは後編でいずれもきっちり詳しくやっていくつもりです。三里通り魔事件。 2011年11月19日土曜日17時40分ごろ三郷市高野3丁目の指導で中学3年生の女子14歳が顎付近を刃物で切られた事件です松戸通り間事件は2011年12月2日金曜日15時15分ごろ千葉県松戸市境町境町でしょうか3丁目の路上で小学2年生の女児8歳が何者かに刃物で切りつけられた事件です これはあまあこれも詳しく後から、えー、後編でやります。2011年11月22日12月5日、岡谷が岡谷和が逮捕されます。えー、これはあ自転車に乗っているところを職質されて刃物を持っていた銃刀法編でとりあえず逮捕されるんですけど、えー、この辺のおことはあ後編のお分析編で、えー、詳しくやります。 これら2つの事件の現場を訪ねていきます。どうしてその現場が分かったかは、古い新聞や偶然この事件に,取り上げこの事件について取り上げた本にですね犯行、犯行現場が載っていたので、それに基づいてい場所は見つけることができました。まず、三郷通り魔事件の現場映像です。現場といっってて、もただの田んぼがあって えーまあ、粗末な道があるというかですねそういった感じなんですけどただ、そこには新聞などでは分からない現場の雰囲気がありますので、えー、見ていただければと思いますそれでは映像の方に入ります。 ここだ新聞にあった位置この電柱の付近を監視の方が調べている様子が新聞にありましたただ超厳密に言えばここが現場なのかは ああ不明なところがありますただ調べていたただだけかもしれませんただああ周辺でこの本当にすごく近くの周辺で事件があったら間違いないと思います。でこの鑑識や調べてるってことはもうごくごく近くにやっていたっていうことは間違いないと思うんですけど一応この説明はしておきます。 でもなんか,なんか 現地での感想を現地で話してます、えー、まあ、お聞き苦しい点もあると思うんですけどアドリブでちょっとお話してます、えー、一応聞いてください、えー、ちょっと現地で、えー、直接お話し,したいと思います、えー、ここは都心からですね1時間ほどの場所にあります三里市の高野山頂目の坊所です から見える風景なんですけども都心から1時間の場所とは到底思えないんですね、えー、瓦屋根の旧家があ点在していますおそらく地主だと思うんですね、えー、容疑者の家のようにですね、えー、以前から土地を持っていた方なんだと思います。そしてて加えてですねこの周辺には あ田んぼがまだあります、えー、ここなんですけども、えー、まだ植えてます、えー、いわゆる休耕田ではありませんまだあ現在進行形でお米を作ってらっしゃいます、えー、そんなあ場所なんですね、えー、彼があ大地の現場で犯行を 犯したのはそして、えー、おそらく地域の方っていうのが、ね、必死で、えー、それ犯人を探したんだと思いますというのもですねここからもう見えてるんですけども、えー、中学生、公立中学があるんですけど、えー、部活をやってですね走っている姿が見えるんですね、えー、正直言うと、ね、都内でそんな光景を見たことは僕はありません。えー、私の田舎に帰ったようなあ 少し本当に不思議な感覚があります横っ腹を押さえながらですね下にジャージーのハーフパンツを、ね、履いて上は白い半袖のトレーニングウェアのようなシャツです、ね、を着て走っているんですけどおそらく学校の周りを走っているんだと思うんですけども、そんなのを見ているとですね本当にここは埼玉なのかと。 東京に近い場所なのここの場所が分かったのはです、ね、ある新聞社のお過去の新聞を読んで,です、ねえー、場所を特定しました第一、えー、の犯行現場なんですけどで、えー、その田んぼがあるにもかかわらずすごいコントラストなんですけどその田んぼのその田んぼの上にはです、ねえー、もうすぐ。 高速道路が通ってるわけですね、えー、すごく不思議な光景ですそして、えー、人は全然いないんですね、えー、僕の周りには今人通ってるのかな、まあ、通ってるのは通ってるんですけど、まあ、かなり少ないですで、えー、今からまたちょっと第二の現場に向かおうと思いますで えー、ここやっぱり、えー、不思議な場所なんですね、えー、都会でもなければ田舎でもないみたいなまあ都心に比べれば土田舎なんですけど土田舎っていうほどの距離感でもないんですねそして、えー、この場所間違いなく地元の人間しかあ来ないと思います えー、というのもですね、えー、バスで、えー、かなりかかりましたバスで2本乗り継いでいるのかな2本乗り継いでなおかつその停留所までまた歩くというですね、えー、感じなんですねまあ,あ言うならばあ地元民しか本当に来ないような場所です加えて、えー、交通の便がよろしくないので、えー、バイクであったりとかあ車あるいは自転車でまあ 犯人は、まあ、自転車で来たわけですけどで、えー、行かねばなりませんで、それからですね、えー、このお三里周辺なんですけど、えー、意外に交通量が多いですねやっぱり車が足なんでしょうか交通量が意外に多いです それではではすね、ちょっとおこの場に長くいるのも怪しい人になってしまうので、ねえー、次の現場に見え向かいたいと思います。 それからですねちょっと気になるのはですねパトカーがかなりこの周辺を回っているので僕もちょっと怪しい人になっちゃうと怖いんで、えー、そろそろ一旦、えー、カメラを切りたいと思います。第一の事件現場である うー三郷市防暑、防暑って言いましたけど、もうほんと分かってるんですけど、でした。ここに、えー、来るためにですね、岡、え、庭、ー、の自宅からあバスに乗ってきてます。それからさらに歩きました。実はそのバスの本数も少ないです、えー。確かにですね、自転車やバイクや自動車がないとですね、ここに来るのは相当不便です。で地元の人間しかあ、まあ絶対に来ないレベルだと思います。わざわざここに来てですね、 何かしようなんていうのはまあないと思うんですよ。で、人もいません。都心から1時間程度、まあ1時間かからないところもあります。でも、田んぼや急行電がある地帯なんですね。で、休家があって、河、えー、原屋根の家ですね、があって、おそらく昔は農村だったと思います。私も訪ねるまで分かりませんが、あ私も訪ねるまでわ分からなかったんですけど、これはまあ都会の犯罪ではないんですね。 あと、後編で詳しくやろうと思ってるんですけど、おここ、岡庭の自宅から近いですよね。で、まあ、前回の反省を経て、遠いところでやったんじゃないのかなと思います。これ、反省っていうのはですね、結構キーワードで、かなり今回の、今回のというか、この通り魔事件での失敗を、実は悪い意味での糧として、 坂、えー、町の事件ではやってると思うんですね、犯行。まあ、これは推測ですよ、まあくまで。次行きましょう。写真見てもらってるんですけど、次の写真なんですけど、ここは都心から近い場所ですが、もう写真の通り別世界です。この水路だけ見たらですね、ここが本当にもう東京に近い場所なのかって思っちゃうんですよね、本当に。で、ここも。 そうなんですね広い田んぼがあって実はその向こう側の道路に自転車に乗ってる学生なのかわかんないですけどスーッと,と通っていくんですねその様とかを見てるとやっぱりここってもう本当の田舎にいきなり放り込まれたような感じですよね見上げると 灰色の道道路路が見えますす高速道路ですねでここから外の世界に出るにはバスを使うんですけどそのバスも結構ないんですよバス停も遠いですしで交通の便が悪いのにバスは頻繁に来ません相当に不便です自転車やバイクや車で外に出る方が絶対早いですね私がここに住まざるを得ないな,得な,いなら軽自動車や 屋根付きの三輪バイク、ト、ま、リ、あ、シティとかですけど、などを迷わず購入すると思います。それぐらい不便ですね。で閉塞感があります。都心でも埼玉中心部でもありません。まあ、田舎なんですね、えー。都会の中のすっぽり抜け落ちたあーなな、なんかこう田舎だと思うんですよ。それから、嘘だろうと思われるかもしれませんが、えー、ここじゃないんですよ。ここじゃないんですけど、えー、三郷市歩いている途中にですね、ニワトリの声を聞いたんですね。 で個人的にまだ鶏飼,飼われてる方がいらっしゃるんですよ。でこれもびっくりしちゃいました俺、本当に。相当な騒音になると思うんですけど、飼ってる方もいらっしゃいました。で、あのカエルの声も聞きました。カエルが鳴いてるんですね。で、あの、やっぱり、ちょっと別世界ですね、何回も言いますけど。 えー、大地の犯行はですね、中学校の目と鼻の先なんです。で、映像では分かりづらかったと思うんですけども、学校の周りを走る、えー、部活生もい行ったんです。まあ、撮ってないですけどね。で、田んぼがあり、水路があり、まあ、何度も言いますけど、東京とはまあ、異なる場所なんです。そして、右上のちょっと映って中学生、えー、すごい小さいんですけど、ぼかし入れてます、顔には。で、ヘルメットかぶってるんですよ。ヘルメット 中学生っていうとなんかおかしいですけど、ヘルメットかぶって自転車乗ってる中学生がまだいるんですね。で、都心にはですね、中学受験とか、えー、高校受験してるような、あまあ、えー、厳しい競争の中でやってるような人もいる中でもう1時間もしない地域、まあ1時間ぐらいの地域で,ではですね、 なんか公立中学でヘルメットをかぶってその水路とか田んぼの間をこう自転車で通り抜けていくっていうような風景がですねやっぱりこうすごいですよね、この落差っていうんでしょうかねん都内に来ては初めて見ました、僕はで次はちょっと松戸の映像の方に行ってみます。けども えー、地理的にですね駅から離れているので、えー、バスが豊富かと思ったらです、ねえー、バスが本当にないんですね、えー、すごく外に出るにはです、ね、ここの土地が不便と言ったら失礼なんですけども不便なんですねでとりあえずちょっと回そうと思います。で今横を これから先、ちょっと長尺である映像を撮ろうかなと思ってるんですけど、えー、旅行演習的にちょっと回してこうかな。まあいいやえー この一部、舗装されていない砂利道が松戸通りも事件の犯行現場かと思われます。これはある本で、繰り返しになりますが、これはある本に偶然にこの場所がありました。ただ、超厳密に言えば、ですね、ここが現場なのかっていうのは不明ですし、多少のズレはあるかもしれません。 第2の現場も非常に交通の便が悪くてですね、地元の方が、まあ、自転車、バイク、車を持っている,る人じゃないと来れない場所なんじゃないかなと思うんです。しかもバスも頻繁にありません。本当にないんです。でここは本当しんどいですで。実際ですね、ここに来るまでも、まあ、ちらっと映像を出してますけど、 バス停何駅分も歩いてるんです、ね、まあ本んにそれ10キロとか歩いてないですよ。でも結構歩いてるんですよ。あのバス乗った後次のバス停に乗れるか乗り継げるかと思ったら乗り継げなくて。で結構歩いてます。で帰りもねないんですよバスが。間橋とか松戸行きのバスがないんですよ。 これどうなのっていうような感じなんですけどなくて結局南流,れ、ま、流れ山行きのバスに乗ってしば結構しばらくかかった記憶がありますね絶対歩けない歩きたくない距離でしたでバスで帰ってるんですそこ,あのそこまであの南流れ山行きのバスでで、えー、乗客もかなり少なくてですねっていう感じでしたでこの犯行現場近くにも偶然にも水路があるんですよね まあ水路っていうのがなんかそば通ると不安になるんですよねあの実際こう雨降ったりしたらあこう溢れ出そうな気もするし決して綺麗なものじゃないですしねうんまあ松戸駅周辺とこう奥まった位置にあるこの犯行現場周辺っていうのはやっぱり雰囲気が違うんですよねここもやっぱ 旧農村、旧畑があった地域みたいなところを切り開いて、えー、住宅を建てたんじゃないのかなと思いました。で、住宅街だったんですけど、雨のせいがですね、ほとんど人に会ってません。まあ、ゼロだと思います。ここでも全然人、映ってないですよね。感想。彼が育った環境というのを考えたときにですね、 都会の情報は入りながらも、外には出づらい環境だったと思うんです。でまあ、ひっきりなしにダンプカーなどが通る道路とですね町工場に囲まれてうるさい場所ではあるんですで。決していい環境じゃない。私の頭の中にある都会というのは、ですね電車やバスも発達している気がするんですよ。でも、他にあの家といえばですね結構不便なんですよね。で車、原付き、それからバイクとか、まあ、スポーツタイプの自転車がないと。 行動がかなり不便だと思うんですよだから岡庭もまあ自転車買っ,たと買ったと思うんです。この自転車っていうのはキーワードだと思うんですよ、あのー。僕は自転車っていうのは便利なんだけども幼さの象徴みたいな意味があると思うんですね。えー、ちょっと話しとれちゃいますけどおもし岡庭が境町の現場に行くとしたらですね別にバイクでもよかったわけですよ。普通にめんどくさくて面倒くさいからそこまで走るのって相当しんどいですから。 原付きでもいいわけだったんだけど原付きを使っていない。それって考え抜いて自転車使ってるとしたら恐ろしいですよ。あの、要は操作のナンバーの読み取りとかですね、いろいろあると思うんですよ。そういう奇跡を追われるのを。避けて自転車使ったとしたらちょっと怖いですけど、まあそういうこともないと思うんですけどね。で、えー、話戻します。で、まあ行動できないって話で。 でつまりは、まあ、田舎農村郊外みたいなそんな土地なんですよねで農村は言い過ぎなんだけども都会でもなければまあ農村とも言い切れないようなそれが混ざったような田舎であって郊外みたいな土地でしたねで郊外ではあるんだけど例えばあバスと電車が電車の駅がすごくう結びついてて そこに何往復もできるとかそういう土地でもないですからね。うん、不便ですよね。それは三里も松戸もあんまり変わらなかったです。で、やっぱ、あと幹線道路沿いや高速沿いっていうのは、ちょっとやっぱ環境がよろしくないかなって感じがします。で、あと、この映像を見ていただいてですね、えー、実際の おまあ、前編とか中編見ていただいてなんですけども土地の空気をまあ感じていただけたかなと思うんですよでやっぱ不思議な空間なんですよね都心からまあ1時間下手すると1時間もかからないこの地域があヘルメットをかぶった中学生が通るような地域なんですよ、まあ、田舎ですよねで田んぼがあって水路があるこれまあちょっとマニアックな例えなんですけど AV 監督であるヘンリー塚本の世界観と思いきや、キヤですよ。空の上には灰色の高速道路があるわけですよね。そのヘンリー塚本の農村の世界まで行かないわけですよ。まあ、私はそういう業界にいたからちょっと聞いた話ですけど、埼玉の奥地で撮ってるみたいな噂を聞いたことあったんですよ。で、まあそうなんだと思います。埼玉の奥にはこういう場所があるんだと思うんですよ。 あのとあの本当にその抜け,ど抜け要は背景にいいそういう住宅とかもな、ね、い本当の農村的なものはあると思うんですけど実はそうじゃなくてあのきっちり背景には高速道路も映ってるしあの大きな住宅も映ってるしまあ不思議な空間ですよねで都会のの華やかな生活っていうのはですね。 泥臭いものを排除して成り立ってるんじゃないかと思うんですよ。泥臭いっていうのはこれは失礼なんですけどね、あえて書きました。えー、郊外にある高速道路、幹線道路は危ないし、えー、自宅の付近には欲しくないですよね。えーまあ、うるさいですがあ、それってただ物流には必須じゃないですかで。水路だって景観は悪くなるんですけども、必要だと思うんですよ。水引かないといけないですから、あ田んぼや畑だって必要です。 でここにはないですけど牛舎や養鶏場だって必要になると思います。匂いはしますが必要ですよね。で、倉庫や物流センターだって必要ですよ。だけど、たくさんトラックも通るし、ほこりっぽいですよ。で、それは郊外や田舎にあるんですけども、そういった地域とですね、住宅の地域の区分がまあ曖昧になった。そんなマーブル模様の地点が、 あこののの地域なのかもしれません、えーまあ三郷だけじゃないとは思うんですよ都会のスタイリッシュさっていうのを支えている地域はまあ極端に言えば原発とかもそうですよね、えー、田舎には原発あるんだけども都会の真ん中にはないスタイリッシュな生活を支えている地域っていうのはまああるわけです、えー、最後に後編はあ原点である2つの事件をかなり掘り下げていこうと思ってますで 境町の事件にはあまり触れる予定がないんですというのも、境町の事件はまだ資料を集めてないんですね。すいません。ね、集めてる段階なんで、えー、持ってるとしたら週刊誌ぐらいしかないんで、えー、新聞のちょっと、祝刷版であるとか、なんとか、ちょっと集めないといけないんですけど。えー、それと、お金屋に関してなんですけど、ある企画の動画も考えてます。相当の時間とお金をかけた。 動画になると思いますこのチャンネルを作った意味というかですね、えー、まあ大げさなんですけどそれほど他の人ができない動画をお見せできると思いますでまあ分析系とか YouTuber とかいう言葉は好きじゃないし YouTuber って言葉も好きじゃないんだけどもあの動画的には他の人がやっていない分析系 YouTuber とかがやってないこういう 生の映像であるとか、あその、自分の言葉で喋るっていうのをやってますけど、まあ、企画的にも、かなり他の人がやってないのをお見せできるんじゃないかなと思います。で、再生回数も関係なくやってきます。あの、まあ、おにわのやつをやってるっていうのは、まあ、正直、再生回数上げたいっていうのもあるんですよ。っていうのは、 あ他のを見てほしいから、あの、見られてない、えー、池袋の、例えば大学で一教大生の殺人とかを見てほしいから、やってるってのもあるんですけどね。で、ちょっとお待ちいただけたらと思います。とりあえず後半、後編がかなりしんどいので、えー、まず原稿書きというかですね、えー、私、正直言うと、この動画をやる前に、 ナレーションのための原稿書きみたいのをやるんですけど、えかなりそれがきついんですよね。<laughs> 打ちまくらないといけない。まあ、小野悦とかの時はものすごい売ってると思うんですよ。あれ。そりゃ、今のご時世、短い動画で、その、要はビギナー系の人に、とかですね、 若い人とかに向けての動画の方が絶対い,いいとは思うんですけど、俺はそれは好きじゃないし、やっぱりマニア向けでマニアも納得するような動画を作りたいし、大したね、俺の今の生きてる目的というか、それもないので、こういう風な動画を作ってるわけですけど、まあいいや、ちょっと、 お話戻して、まああの、新企画の動画、待っていただければと思います。ただ、私の今の見立てですけど、あと1ヶ月半とか、ものすごい時間かかると思います。ちょっと待っててください。それはあのいろんな事情があってですね、ちょっと待ってる感じなんですね、えー。ちょっと長々となりましたけども、ご清聴ありがとうございました。お金はお金はについては あもっと動画を出していきたいと思います。ありがとうございました。